あ、そうですね。ドラゴンゲートの、エーターがね、キングオブゲート2019、優勝したらね、何か発表があると、いうふうに言ったんですよね。まあ、結果から先に言うと、エーターは結果優勝できずに、その件に関しては、おそらく発表していないということなので、今回はですね、一体それは何だったのかというのを、ちょっとね、考察の方をしていこうかなと思いますね。はい。まあ、まずエーター、先ほども言ったんですが、ね、キングオブゲート優勝まであと一歩、準優勝という結果に終わってしまいました。なので、結局その発言はできずじまいだったんですが、それは何だったのか。まあ、まず一つ目。まあ、もう、ほぼこれやとは思うんですが、まあ、一応ね、まあ、ただ単なるリップサービス。まあ、一応そういうふうに言っといたら、まあ、盛り上がるっちゃ盛り上がるんでね。まあ、っていうだけの発言。特に何も中身も何もなくっていうね。まあ、これがもうほぼ90%ぐらいは多分これやと思いますね。はい。まあ、結果からしてもね。で、まあ、他にもしこの3つ、今後発表するならばね。まあ、優勝したらっていう宣言があったんで、優勝してないのに発表されてもっていう感じなんですが、もし発表するなら他今後の3つなんじゃないかなという理由がまあ3つ。まあ、これはまあないとは思うんですけど、まあ、ただにたげの遺跡。まあ、これはさすがにないかなと思いますね。ドラゴンゲート的にもそれは厳しいと思いますし、まあ、これは確率的にはかなり低いんですが、ただにたげの遺跡。そして、2つ目が、まあ、これは実際優勝してたら、まあ、結局言うでしょうねっていう感じの発言ですね。ドリームゲートへの挑戦。まあ、キングオブゲート優勝した弁慶も実際ドリームに挑戦しましたから、まあ、もし優勝して発表するならば、まあ、間違いなくこれにはなると思いますけど、まあ、でも、それは当たり前でしょうみたいな感じなところがあるんで、これもまあ、ないような気がしますね。なんで、最後3つ目。まあ、もしこれならば、優勝した後でも言えるんですが、まあ、でもちょっと、それはエータのことってエータのことなんですけど、またなんかちょっと違くないってなるんですが、まあ、あり得るっちゃあり得る。RED の新メンバー。まあ、やっぱ弁慶が追放されまして、今現在 RED すごい落ち着いてはいるんですが、まあ、そろそろ新メンバーっていう点で、発表するつもりだったんじゃないかなと。優勝とはまあ、そんなに関係がないので、まあ、これもないかなっていうような気もするんですが、まあ、新メンバーを連れてくる、どっかの、まあ、神戸だったりとかで連れてくるぞみたいなね、いう発表、なんじゃないかなと思いますね。まあ、この3つ、かなとは思うんですが、まあ、結局は、まあ、リップサービスの一環で言っただけっていうような、オチやったような気がします。まあ、結果からしてもね、弁慶優勝やったんでね。はい。なので、まあ、エータ、もうユニットのリーダーとして、だいぶと似合ってきているの、今後のエータにね、注目していきたいなと思いますね。はい。ということで、まあ、今回これで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか他にもね、こちらのエータの発言は、まあ、リップサービス以外ならね、リップサービスとして言った以外ならば、ちゃんとした理由、実はこれだったんじゃないですかとかね、何かあったらコメントの方でよろしくお願いします。ということで、今回これで終わります。